田中さん遅いっすね。遅いっすね。もう来てもいい時間なんですけど。いつもオフはどんな感じですか？いや、特に何もしてないですね。何も、はい、家に家にいることが多いかもしれないですね。今はお待たせでーす。おはようございます。どこ行くんですか今日は？どこ行くの今日は？イカホ行ってきます。イカホに、わかりました。到着、行きましょう。タイムオン。とりあえず半分にするよ。イエス。誰頼んでたらって思う。誰頼んだらもうやばいっす。どうぞ。お、これでもす。いただきます。コシがあってめちゃくちゃうまいっす。まあ、うどんのグッド食レポで頼まれたね。おししかいる。なんだろう。なんて言ったらいいかわからないけど、うまい。みずみずしない。そうですね。やっぱ水サウドなんで。みずみずしいっていうのはうどんに使えるのかわかんないけど。やっぱ水サウドなんで。痛い痛い。受けたの2回言うの受けへんかったの2回言うのやばい。そうっす。これ家で奥さんに勧めてやるわ。これうまいわ。初めてごまはすごい。沼田のなんていうおすすめスポットスポットっすか。スポットっていうかお店、あのご飯屋さんはクレソンっていう俺の中学のチームメイトのお父さんがやってるんですよ。おー、早く行ってみます。はい、ぜひ。めちゃくちゃうまいです。田中選手から聞きました。あ、そうです。田中選手から聞きましたって言えば、なんか出てくるかと思う。で、田中につけることができる。田中付けもありっす。はい。いいね、でも地元でさ、サッカーできる。言うたら、俺で言うたらさ、グランパスか。まあでもジュビロの方が近いからな。地元の子を応援しに来てくれる。そうなんですよね。友達とか見に来てくれます。それやっぱユニフォーム売れるわ。何やったの？あれ、何？サイト。そうだこれ人気よね。そうだこれ人気っす。なんだよ。やっぱあの戦う姿勢っすよ。ファイター、うん、好きよね。俺も好きっすね。青木さん、青木さんマジ真面目だったからどうかしら。顔に出てる。にじみ出てる。いい。奥さんにモダラリクエストして、で食べて奥さんとまた一緒にここに来るっていう。俺も一緒に行こうじゃん。お願いします。カメラ持って。じゃあ僕たち夫婦撮ってください。お疲れ様。
よき。野原。野原で見つけた小さな花って感じです。それじゃあ。それじゃあ。おお、おしゃれ。おしゃれ。え、めちゃいい。めちゃいい。なにこれ。映えるな。映える映える映える。メニューを失礼いたします。ありがとうございます。はい、チーズケーキ、はい、フルーツサンドの、はい、イチゴで。ちょっと僕試飲してから食べてください。はい、大丈夫です。これはカフェラテで、はい、ホットで、はい、おー、特有の高い香りと甘みが強めだね。絶対読んでる。え、バレた。バレバレ。これめっちゃスッキリする。これ。冷えたもんね。エチオピア。これだったら全然いける。はい。でかっ。はい。かわいい。グッド。私どっちがいい？人参かウサギ。ウサギ。首にかけるやつ。え、違う。多分そうです。あ、膝に置くやつかもしれない。え？トシをぼかして。で、ぼかす系ね。これね、多すぎてついちゃうんですよ、これ。チーズケーキ食ってるのにクリームついてるの。どっから持ってきたんですって。どう、かわいい、かわいい。かわいいっす。はい。風邪くんのはかわいいっす。やめろ。お疲れ。ありがとうございます。すみません。はい、ありがとうございます。また行きます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。行きましょう。帰ります。帰ります。では、レッツゴー。危ないですね。なんかトマトとか食べた？コリアンダー。コリアンダー。クミン。おしゃれだね。
カズネーチが作るかな。あるってある、ある、ナイス。玉ねぎ、大根、肉入れる、入れる、よっ、はい、ただいまーす。はい、おかえり。じゃあ、やりますよ。じゃあ、お邪魔しまーす。どうもー。ちょっと粗めだけど。頭いい、頭いいよ、ほら、ほら、ほら。ほら。よし。玉ねぎ炒めるのマジ時間がかかるんですよ。1年で一番いい日だったらしい。いい日だから奥さんに花プレゼントしたんですよ。素敵っていう話っす。どうぞ。マシンを待ちます。いい匂いっす。匂いはいいぞ。匂いは辛い。うん、いい感じです。料理できる人って一緒に片付けもできるし、ここが綺麗だし、あんまり入れすぎない方が映える気がする。いただきます。いただきます。しゃ、ちょうどいいっすわ、スパイス。うん、正直バカうまい。店出せる。やっぱ俺が調味料したからいい、いい感じの味になってるわ。デリシャス。和江くんが食べログでね1位って言って、でそれ食べたらめちゃくちゃうまかったんで、また行きたいなと思います。本当景色良かったね。あれはめちゃくちゃ景色良かった。もうちょっと天気良ければ、うん、いや山も見えたし、うん、絶景でしたね。やっぱなんか大根が新鮮で、うん、確かに、まあ、大根、いや、スパイス、大根とスパイスが合わさってめちゃくちゃうまかったです。あれです、あれです、すごいです。そうですね、やっぱりチームはなかなか今勝ててないですけど、まあ僕たち頑張るので、まあ、応援よろしくお願いします。ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、これからも僕たちの力になってくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。硬い硬い硬いなぁ。